STS-31 は、ハッブル宇宙望遠鏡を地球軌道に投入した、スペースシャトルディスカバリーの飛行ミッションである。これは、スペースシャトル計画で35回目の飛行ミッションで、1990年4月24日に、フロリダ州、ケネディ宇宙センター39バイト発射台から、離章した。この打ち上げ時には、1986年1月以来、 初めて同時に2機のシャトルが発射台に設置されていた。39バイト発射台にはディスカバリーで39アンペア発射台にはコロンビアである。4月25日にハッブル宇宙望遠鏡が放出された。それ以外にシャトルの貨物室での科学実験や IMAX カメラでのミッションの記録も行われた。ハッブル宇宙望遠鏡の放出打ち上げは 1990年4月24日12時33分51秒、後区であった。飛行準備審査会により、打ち上げは4月18日、次に4月12日、次に4月10日、と予定された。FRR で決定された、最初の日付は、以前に予定されていた日付よりも前であった。4月10日に予定されていた打ち上げは、 補助動力装置のバルブが故障したため、T-4 分に中止され、APU の交換とペイロードのバッテリーの再充電が行われた。地上支援設備の燃料バルブラインをコンピュータソフトウェアから閉じることができなかったため、T-31 秒で秒読みは一時停止された。技術者がバルブを閉じるよう指令し、秒読みが再開された。 打ち上げ重量は249,109ポンドである。STS-31 はディスカバリーの10回目の打ち上げである。乗員はローレンシュライバー、チャールズ・ボールデン、ブルース・マッカンドレス、スティーブン・ホーリー、キャサリン・ディ・ーサリバンである。主なペイロードはハッブル宇宙望遠鏡で380方程マイルの軌道に投入された。 地球の大気圏から十分離れた軌道に HST を投入する必要があるため、この時点までのシャトルのミッションで2番目に高い高度の軌道となった。ディスカバリーはミッション中に地球を80周回した。上昇する STS-31 ディスカバリーと打ち上げを待つコロンビア。2機のシャトルが発射台に並ぶのは1986年1月以来のことである。 このミッションの主な目的は、ハッブル宇宙望遠鏡の放出である。HST は、不明瞭で乱れのある地球の大気から離れた軌道上で、紫外線や可視光や近赤外線を使って天体観測するために設計されていて、NASA と ESA の共同開発である。ミッションの残りの期間は、写真撮影と戦場での実験が行われた。 HST の寿命を伸ばせる高い軌道に乗せるために、ディスカバリーはこの時点までで最も高い高度 600km まで上昇した。この記録的な高度により、低い軌道からでは、不明確である、大規模な地球の地理的特徴を写真撮影することが可能となった。2台の IMAX カメラで動画も撮影され、IMAX 映画の Destiny in Space に使用された。 実験活動は、生物医学技術の研究、先進材料の研究、粒子汚染と電離放射線の測定、無重力化での電気アークを研究する、学生科学プロジェクト、などであった。通常よりも高い軌道からの再突入だったため、この時点までで最も長い4分58秒の軌道離脱噴射が必要となった。第2のペイロードとしては、 船内での活動を記録する IMAX。カーゴベイカメラや船内で使う携帯型 IMAX。カメラ、貨物室内の粒状物質を検出するセント、パーティクルモニター微小重力環境で成長する、タンパク質結晶のデータを得る、プロテインクリスタルグロース船室内のガンマ線を測定する、ラディエーションモニタリング。 エキップメント3微小重力環境で多項性制御を測定するインベスティゲーションズイントゥーポリマーメンブレンプロセッシング無重力状態が電気アークに与える影響を調べる実験のシャトルスチューデントインボルブメントプログラムエアフォースマウイオプチカルサイトであるカリフォルニア州エドワーズ空軍基地22番滑走路への着陸は 1990年4月29日13時49分57秒、アトクであった。滑走距離は8874フィート、滑走時間は61秒であった。着陸時に初めてカーボンブレーキが使われた。オービタは1990年5月7日にケース C に帰還した。着陸重量は189,118ポンドである。 ありがとうございます。